んばんは。今日も仕事から帰ってきて、今さつまいもを焼いてるところです。さつまいもが焼き上がるまでしばらく時間があるので、今日は家探しについてのまとめをお話ししようと思います。私は海外で家を探すのが初めてです。そんな私が探した家探しの方法やポイントや注意点を自分なりにお話ししようと思います。まず使ったサイトはミックスビー、スペアルーム、ライトムーブ、オープンレント、この4つのサイトを使って家を探しました。ミックスビーっていうサイトは日本語でイギリスの家探しができるっていうので定番のサイトだと思うんですけど、日本人のオーナーさんが多く利用しているので、日本語で家を探すところから借りるところまでできるっていうのがメリットです。で、時々外国人の方でミックスビーを利用して広告を出している方もいるんですけど、私も実際ミックスビーでアポイントを取って実際ビューイングに行ってみたら、外国人の方がオーナーの家だったっていうことがありました。なのでほとんどは日本人の方が広告を出しているんですけど、外国人の方が広告を出していることもあります。で、次にスペアルームなんですけど、スペアルームはイギリスでの家探しの定番のサイトだと思います。こちらは現地の方も多く利用しているサイトです。で、ライトムーブとオープンレントも現地の方が使うサイトなんですけど、私はミックスビーとスペアルームで返事が来ない間にこのライトムーブとオープンレントで連絡を取っていました。なんですけど、ライトムーブは少し値段が高めな印象で、個人のオーナーさんが家を出しているっていうよりかは業者の方が家の広告を出しているっていうパターンが多いかなと思います。で、オープンレントも同じく値段が少し高めなんですけども、業者の方がほとんど広告を出していて、結構レスポンスが早かったです。私がメールを送ってその日に返信してくれたり、次の日までには返信をしてくれるっていうパターンが多かったと思います。家探しの日数なんですけど、私は家探しに1週間必要でした。これはネットで探し始めて内覧が回り終わるまで約1週間です。で、次に連絡した件数なんですけど、ミックスビーが13件、スペアルームが25件で、ライトムーブが1件、オープンレントが6件、全部で45件連絡しました。今見てみるとすごい数連絡したんだなって思うんですけど、それぐらい最初の方は連絡が来なくて困ってたので45件連絡しています。その連絡をしたうちの中でアポイントまでビューイングまでたどり着けたのが、ミックスビーが5件、スペアルームが4件、ライトムーブが1件、オープンレントが3件、全部で13件のビューイングの予約をしました。なので、45件連絡したうちの13件アポイントが取れたので、パーセンテージを出すとしたら約 30% ぐらいになります。連絡が来なかったり日程が合わなかったり、あとはもうすでに決まりましたっていうことでお断りされたっていうことが何回かありまして、なので連絡した件数から換算するとアポイントを取れたのは約 30% っていう比率になりますね。で、その後アポイントを取れたんですけど、当日ビューイングまでちゃんと回れた件数は13件中11件でした。それぞれ見ていくと、ミックス B が4件、スペアルームが3件、ライトムーブが1件、オープンレントが3件、全部で11件です。その13件予約を取ったのになんで11件しか回れなかったかっていうと、私が迷子になってたどり着けなかったパターンと、あとは相手の都合が悪くなってしまってその日にキャンセルされたっていうことがあって、全部で11件回りました。なので連絡した件数から換算すると、内覧までたどり着けたのは約 25% になります。でこれだけ回ってみてどのサイトが一番いいのかなって考えた時に、結論としてはミックス B とスペアルームだけで良かったかなっていうふうに思います。ミックス B は日本人の方がほぼ大家さんなので、日本語でやり取りできるっていうところですごく安心感があるなっていうふうに思いました。スペアルームなんですけど、スペアルームは課金して使った方がいいです。私最初無料会員でスペアルームを使ってたんですけど、全然返信が来なくて、その後に課金をしてスペアルームを使い始めてから圧倒的に返信が来るようになったので、課金して使った方がいいなっていうふうに思いました。でこのスペアルームの課金についてなんですけど、2種類がありまして、1つは ID バリフィケーション、これは自分の身分を証明するためのシステムなんですけど、この ID バリフィケーションを取るために9ポンド払いました。これは日本円で換算すると約1400円です。やっぱり身分を証明してた方が大家さんの返信率も上がるかなっていうふうに思ったんで、ID を、パスポートをですね、スペアルームの方に登録しました。でその ID の登録だけだとまだ返信率が悪くって、その後にアップグレードを行いました。このアップグレードを行うとアーリーバードっていうシステムが使えて、大家さんからの返信が早く来るようになります。でこのアップグレードは 24.99 ポンド、日本円に換算すると約3900円になります。なので ID バリフィケーションとアップグレードの値段を合わせると、約5000円は超えてしまう金額だったんですけども、それでも課金して良かったなっていうふうに思います。やっぱり無料会員でやった時に全然返事が来なかったっていうのと、あとは課金をすると表示される家の件数っていうのがものすごく増えるんですね。なので選ぶ家の選択肢が増えると思いますし、アップグレードしないと連絡できない家っていうのがたくさんあるので、アップグレードしてよかったかなっていうふうに思ってます。でこのアップグレードなんですけど、4週間使う権利があるんですね。なので4週間なので28日分ですね。 24.99 ポンドで28日分スペアルームのアーリーバードを使う権利がもらえるんですけど、一時停止っていう機能があって、例えば2週間使って2週間後に家が決まりましたってなると、残りの2週間分が余るじゃないですか。でその余った分っていうのも一時停止することができて、もし例えば半年後に別の家を探したいってなった時に、その残りの2週間分を半年後に使うことができるっていうシステムがあります。ただし購入してから1年以内になるので、そこは気をつけていただきたいと思います。私は家を探して1週間しかこのスペアルームを使っていないので、残り3週間分スペアルームのアーリーバードを使う権利が残ってるんですけど、もし1年以内に新しい家を見つけたいってなった時は、スペアルームの一時停止を解除してまた使おうかなっていうふうに思ってます。で注意点としては、これはどのサイトを使ってても共通することだと思うんですけど、どの大家さんにももう明日には家はないよっていう風に言われました。これは現地の方だけじゃなくて日本人の方も同じことを言ってたので、多分ロンドンっていう街の特性上みんなそう言ってるのかなっていう風に私は思ってるんですけど、まあ、確かに明日にはなくなってる家っていうのがほとんどなんですけど、 2,3 日はキープしておいてくれるっていうこともあります。そこは交渉次第なんですけど、なのでもう明日にはないから今すぐに契約しないとダメだっていう風なニュアンスで言われたら、そこに心を揺さぶられる必要はないのかなっていう風に思います。で、これは現地の方に共通していることなんですけど、本当に家のいい点しか言わないんですね。マイナスな点っていうのをほとんど言わないので、家探しでマイナスな点を見つけるぐらいの感覚でいいのかなっていうふうに思いました。私は最初に見た家があんまり良くない家だったので、疑ってかかるぐらいな気持ちで最初から見れたんですけど、いい点だけを見て家を探すとちょっと危ないなっていうふうに思いました。で、それに比べて日本人の大家さんっていうのはメリットとデメリットを話してくれるっていうことが多かったなと思います。では一旦ここで終了して、次回の動画ではビューイング内覧をした際に私が感じた押さえておきたいポイントと妥協できるポイントについてお話ししようと思います。